皆さんこんにちは。さあレース直前のソノランサーキット、今日はどんな車が走っているんでしょうか。皆さんのねピットと、あとはね走行しているところをね見てみましょう。さあまず手前に来るのは GT02。 さあテーブルトップを越え3連。さあそしてストレートからこちらへ来るのは YZ4SF、 私と同じ車ですね。さあ3連。さあそしてまたストレートからこちらへ来る車、こちらはアルティマ、強小のアルティマ、クラシックバギーですね。かっこいいっすねこの強小のアルティマ。さあ3連を越えていきます。さあ続々と手前に車が来ます。さあ今テーブルトップを飛んだオレンジの車は YZ4SF2、 YZ4 のね新しいやつですね。さあ YZ4SF2 がジャンプ台、いいですね。さあ手前にスーパードラゴン来ましたね。スーパードラゴンのボディで下足は GT03。 さあ YZ4SF2、 おー3連を遠くまで飛んでいきますね、すごい。さあ面白い車来ました、かわいい車来ました、くまモンバギーです。オレンジに塗ってあります、素晴らしいですね、かわいい車です。さあこの車は、お、YZ4SF2、 空中姿勢もすごくね上手ですね、空中で姿勢を整えております。いや速い、試験員を高速に抜けていき、さあ3連、いや遠くまで飛びますね。さあこちらは YZ4SF、 私と同じ車。さあこの車は大ジャンプ、 GT02 かな、 GT02 ですね、肉。さあ表彰のアルティマクラシックバギーも元気に走っています。この方ね今日がサーキット3回目なんですけれども、すごく上手ですよね。さあくまモンバギーも走っています、ジャンプ台に向かいます、ジャンプ、素晴らしいですね。さあ綺麗なライン取りで走っています、試験へ。さあこれはザハークですね、そして GT02。 さあタミヤの肉が2台。さあ YZ4SF2 速いですね、すごいですね。さあジャンプ、おー遠くまで綺麗に飛んでいきます。さあこちらは YZ4SF。 さあそしてこの車は GT02、 3連へ。さあ続々と手前に車が来ます。さあこの車はスーパードラゴンのボディシャーシは GT03、 肉です。さあサーキット3回目のアルティマ、非常に上手です。さあこちらは TRF ですね、こちらはタミヤ TRF、 肉。さあクモモンがまた来ます、ジャンプ台に向かいます、かわいいですね。さあクモモンが元気にストレートからテーブルトップへ、そして3連。さあインを攻め手前へ向かってきます、ウォッシュ。
そしてジャンプ台に挑みます。ジャンプ。さあ、ワイジェット4、そしてファイヤードラゴン。こちらはファイヤードラゴンのボディに、DF03 かなのシャーキですね。さあ速い YZ4SF2、 速い。さあストレート、とんでもないスピードで駆け抜けていきます。速い。さあこちらも YZ4SF。 さあこちらはザハークですね。今日ザハーク結構多かったですね。さあジャンプ。さあサーキット3回目とは思えないぐらいね、ジャンプの姿勢も上手です。この上昇の歩き間。さあこちらは YZ4SF2、 速い。さあ続々と皆さんジャンプ台を飛んでおります。というわけでレース直前のソノランサーキットの様子をお届けしました。私もね、 RD7 や YZ4SF でねめっちゃ練習しました。もう本当にすっごく楽しかったです。皆さんもね、ぜひお気軽に遊びに来てください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。さようなら。